にちは。さあ、ここの東京マッチでステージが始まりますので、ぜひ皆さんね、遠くにいる方もぜひ近寄ってください。ありがとう。ごめんね、すいません。ということで、今日はFC 東京の皆さんと一日盛り上げたいと思っています。 J リーグ特命 PR 部女子マネージャーの足立梨花です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、まずはじめに FC 東京阿久根社長よりご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。この11時半に青赤横丁がオープンしてから来ている約200名の皆さん、うだってないですか？もう最初すごい200人ぐらいいらっしゃったんですけども、大体僕がここで喋ってる時に、まあ、5人ぐらいここにいて、残りはみんなこう皆さんのおかげでちゃんとね、風が出て日陰になっていきました。ありがとうございます。今日は夏祭り、プレゼントツバイ東京ガスライバルということで、始めたいと思います。よろしくお願いします。オープニングのちょっと、話したんですけども、この青赤横丁を企画した、まあ、おかわり君、後から呼びますけど、もう本当に慣れてきてですね、いろんなコンセプトで、青赤横丁を演出してます。最初にやった11月12日の水戸線の時、あの時はですね、10店舗だったんですが、ほぼ完売して、ケータリングカー の、 社長さんがみんな、もう一回絶対やらせてくださいって。一番すごかったのはですね、あそこにホッピーさん出てるんですけど、タルホッピーってほとんどないんです。鮮度管理とかあって、お店では出してるとかなんですけど、こういうところであんまり出してないんですけども、今日は黒 の、 タルホッピーもあります。これがですね、普通のイベントで1000杯出るとすごいらしいんですよ。11月12日の時何杯出たか、2700杯どんだけ飲むんですか。今日は2700杯更新してください。青赤イナゴ魂を見せてください。よろしくお願いします。ちょっと今回のコンセプトを聞きたいので、おかわり君にちょっと登場していただこうと思います。皆さんで一緒におかわり君と呼んでいただけますか。はい、せーの、おかわり君。はい、来ました来ました。全然慣れしてないんですいません。緊張してると思います。おかわり君、今回のこのコンセプトは何ですか。すみません、突然のことで縁日風、夏祭りっていうことで縁日風というイメージでお店の方を呼ばせていただきました。ちょっと簡単に説明させていただきますと、手前から3台が一応FC 東京の普段出ているお店になります。レギュラーさんですね。はい、はい、皆さんも普段の試合で食べたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そこの隣、そこが縁日風コーナーというふうになってまして、まあ、いわゆる夏祭りに欠かせないようなメニューを、6店舗販売してもらっています。結構片手で食べれるメニュー多いので、ぜひ買って中で食べてもらえたらなと思ってます。はい、その隣がホッピーさんね。はい、はい、隣が、ホッピーさん、ホッピービバレッジさんのブースになってます。先ほど社長のアクネから説明もありましたが、新記録を狙っているということで、もし持ってきたものがなくなったら、調布にある工場からピストンで運んでくれるそうなので工場ごと飲んじゃってください。ドロンパダメだよ、まだ子供なんだ。ドロンパは何が欲しいの。ホッピー、ホッピーハートランド。ああ、焼肉とエビフライだそうです。お魚はあるからね、お魚は。今度用意しようね。で、最後が調布市コーナーということで、調布市内の味の素スタジアムのある調布市のお店が出てますので、そこもぜひ立ち寄っていただけたらと思います。はい、どうもありがとうございます。今回 ACL に出たんで、 ACL の時名古屋戦ではワニとかダチョウとかも用意しましたし、そういうのからなくなるんですよね、うちのサポーターの方。珍しいもの好きってことなんですかね。そうですね。今回はだから縁日風にアレンジしましたね。ぜひ楽しんでください。はい、今日はあとこの後、選手のトークショーも2回やりますし、それから土屋さんの歌も聴けるということなんで、十分楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ということですね、この東京マッチステージ、マッチ
チデーステージ噛んじゃった、すいません、はい、さあそろそろこちらのね東京マッチデーステージのオープニングショーを東京ドロッパにお願いしたいと思います。ドロッパ3倍は OK かな OK だそうです。それでは皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょうということで拍手。
ヘッド夏のファッション Pay attention 文句のないシチュエーション焼けた春の海がモチベーション一か八か花でも咲かせてみませんか身の背を外に出ればほら平和カンカン照りの日で今サンタン Yeah what's the time? It's summer time だろ夏に触れて理性がどんどん舞う天使のブラビキニのベンチュージャリッと黒思い出をゲッチュー底抜けの欲望にただ身を任せてみませんか身の背をI'm crazy. Why is it always 6月, baby? One, two, three.